何読めない山手線管内から軽井沢、軽井沢の方、そうなんですよ、軽井沢に行くんですよ。だからこれから、あれこっちか、こっちだった、浅間になったら、それでツアーハウスかいう新しいなんか素敵なリゾートホテルのツアー、プレスツアーなんで、それに参加させていただきました。でこれから報告します。じゃあ行きましょう。はい、行こうね。建築家の思想で作ったやつの中に住む感覚で滞在できる。だからベストオブザトゥーワールド。今回のシシアハウスの印象ってどんな感じですか？細かいことを言うと結構長い時間がいると思うけど、はい、一番の特徴は、例えばこれはシシアハウスのナンバー2っていうところで後からできたものでね、ついこの間5月くらいだっけに完成したっていうのかな。だけどそのもうちょっとこうこっちが南だとするともうちょっと北側に歩いて1分かなんかほぼ連続してるような敷地で裏側でつながってるらしいんだけどさ、そのナンバーワンの方があるね。でどちらも、まあ、坂茂さんっていう、まあ、プリツカー賞の建築家で、なんていうのかな、日本人の建築家の中で最も世界的に、評価の高い建築家のうちの一人ですよね。でそのバンさんは被災地なんかでね、その段ボールを使ったこの住宅っていうか避難所っていうかさ、避難住宅っていうのかな、プライバシーを確保しつつすぐにできてプリファブリケートもできて、まあ、自然素材でやっぱり木と紙、まあ、紙っていうとまあペラペラに考えられるけれども、まあ、まあ鉄骨を使わない構造にしてっていう、まあ、そういうところ、そういうこうある種の材料を含めた有機性っていうのかな、なんかそういう形の、まあ優しいっていうと簡単に言い過ぎかもしれないけど、まあ、そういう建築なんですね。昔さ、赤羽辰巳さんって知ってる？赤羽辰巳さんっていう人がいて、ギャルズライフの編集長だった人なんだけどさ、でその人は、安藤忠雄さんの設計した家を個人住宅を設計してもらって、もう30年以上前だね。それで、九品仏のあたり、世田谷の自由が丘のそばですけどに家を建ててもらったのね。でそこの居住経験をもとに住宅っていう小説書いてるの。でこれは多分川での文芸賞をもらったんじゃないか、まあ、芥川賞とかもらわなかったんだけど、その赤羽さんの家にまあなんか遊びに行ったことあるのね。その安藤さんの建築だから住みやすくないのよ。住みやすくしないところに目的があるんだけどねと、まあ、僕は思うんだけど、まあ、赤羽さんは、まあ、その居住経験をまあ小説にして、で、まあ、とても面白かったんですけど、それはできないじゃん、なかなか。で坂さんに家建ててもらってたって、もう人気の建築家だからさまあお金のことを差し置いてね、何年も待たなきゃいけない、引き受けてもらってもね。こっちが住人室で、あっちもそれぐらいしかないんだけど、要するに普通の個人の別荘みたいなものなのね。で建築家の家に住むっていうさ、そういうのってなかなかできないじゃない。でもそこにだから住む感覚を味わえるっていうところに、まあ、一つ大きな特徴があるのね。そのメガホテルとか、あるいはまあ例えば、まあ、いろいろありますね。フォーシーズンみたいなホテルもあれば、アマンみたいなホテルもある。この場合は本当に徹底的に、まあ家具を含めて若干の例がありますが、全部自然素材を使ってる。でしかも家具そのものも、バンさんの設計で、照明器具もそうだし、ね、まあ、もちろん初段だとかそういうのももちろんそうなんですけど、ソファーからこのテーブルチェアに含めて、だから住んだ感覚が味わえるのね。
だから一晩でももちろん楽しいんだけど、まあ、できたら1週間くらいは何かいて、でここはまあ軽井沢 の, あの普通の別荘地帯の真ん中にあるんですよね。だからちょっと歩いて銀ブラでしますとかっていうわけにはいかないよねだけど林ブラはできるんだよね。林ブラって林国有林がねすぐそばにあって、今朝も朝7時半だっけぐらいからなんていう滝だっけ、千ヶ滝だ、千ヶ滝のあるその遊歩道っていうか遊歩林かな、で滝見て帰ってくるって行って帰って2キロのコースだけど、まあそういうことをやっても楽しいし、本当は長いスタイルですよね、まあ、全部あの予約状況にもよるでしょうけども、例えば一棟丸ごと借りちゃうっていうね、そうみんなでお金出し合ってとかねまあそういうこともできないことないし、1号館だとブドウの房みたいに3つの部屋からなる3つの個室が共有する1つのリビングルームがあって、でそのクラスターが3つあるわけね。だから9つの部屋があって、それぞれにちょっとしたリビングルームはこれはシェアするものとしてあって、でその小さなリビングルームが1個の大きなグランドルームに重なって、そのグランドルームの大きなここにあるようなガラスの窓ですけど、それをパンと跳ね上げると広い庭にねそのままつなが地続きでつながっていくわけですね。これはおよそ100平米ぐらいで、あっち側にダイニングスペースがあるんですが、それもこの窓を全部格納すると大きくなるね。で壁構造で建物を支持してないので、その視界を遮るものがないんです。日本の建築とはなんかそれとはちょっと違うけど、縁側っていうのがあって、縁側っていうのは外と中のインターフェースで、外でありつつ中であって、中でありつつ外であるっていうね。で外と中連続しているそのインターフェースのところに縁側っていうのがあるわけですけども、これは縁側じゃなくてもテラスなんですけど、一種、そういう形で外の中につながった、外に露出した内部であって、しかもこう屋根がついてるから、雨風関係ないんだよね。まるっきりだから家にいるみたいなもん。でさ、もちろんここでご飯食べることはできて、朝ごはんは、部屋台に付属して、この軽井沢のものをいろいろこう結びつけて一つにしてるから、そういう意味ではこうシシーワハウス、一つの軽井沢の全体とは言わないけど、いろんな部分をこの中に持ち込んで、見ながらにして、その例えば食事を含めて、なんか軽井沢経験ができるっていう、そういうことも言えるかな。細かいことになるとたくさんあって、ここは例えばそのバーはこのオーナーのフェイさんっていうあの方がいらっしゃるんですけど、その人の個人別荘にしてもいいぐらいの、だいたいそういう注文を多分したんじゃないか。でありつつ、公共にも、ある種のリトリートとしても使えるというような感じで、プライベートなその空間性と、パブリックな空間性の両方の顔を持って、それを融合した感じになっているから、とてもユニークだと思うんですね。贅沢って言えば贅沢ですよね。この自然の環境があって、で、本当に自分の家みたい、建築家の思想で作ったやつの中に住む感覚で、滞在できるっていう。飲食も魅力なんですけどね。ここでは実はすごい古いそのマデラ州がなんかあったりとかね、もうなくなるかもしれませんが、非常に希少な軽井沢っていう、今はもうなくなっちゃいましたが、ウイスキーがなんかあったりとか、それから晩ご飯の時にはワインだけ、今のところ昨日経験したのはワインだけですけども、とのペアリングでお皿ごとにそれに合ったおすすめのワインでご飯が食べられたりとか、そういう魅力はもちろん
他にもあるんですけれども、でしかも全部オーガニックであったりとか、まあ、プラスチックを使わないから、まあ、いわゆるアメニティって言われてるあの歯ブラシとかで、そこもプラスチック全然使ってないんで、用意されてる歯ブラシは枝、ね、絵が木なんだよねなかなかいいですよね。でコップもおちょこの兄貴分ぐらいの大きさの木になってて、櫛も木です。ドライヤーはさすがに木じゃなかったですけどもそういう意味ではそのパッケージも紙ですから、そういうところまで、まあ、近頃の言い方で言うと SDGs って言いますけど、そのいわゆるサステナビリティに徹底的に配慮している。部屋もだから、まあ、自分家みたいなもんですよ。で雑音がないです。テレビもないから、電話もないです。だから何も音がしません。そうね、そうそう。だから自分家みたいにして、まあ、考えて一泊、まあ、試しに泊まるのでもいいでしょうけど、まあ、とりあえずじゃあ一泊して気に入るじゃんと思ったら、あっちのナンバーワンだったら一つのクラスターって言ってますけど、三つの部屋で一つのリビングルームを共有するところを家族で借りるとか、ね、しても面白いですね。それで1週間か10日か2週間か、なかなか休める人いないかもしれないですが、まあ 4,5 日ぐらいいると軽井沢満喫できて、しかも、あ、俺バンさんの家はよく分かってるよってちょっと住んでたからねってまあそういうふうに言うことができるんじゃないですか。彼の建築ってさ、こうなんだよって、住んでみるとこんな感じなんだって、まあ疑似的には、まあでも 4,5 日あればある、まあちょっとした生活ですよね。だからそれは面白いんじゃないですか。そういう点で非常にユニークだと思います。まあすごい来やすいんじゃないですか。森があって、自然が壊されてなくて、まあ文明が適度にあって、街ものフィーリングも味わえて、まあ来てる人たちの、まあなんかそのカルチャーレベルみたいなものがどことなくこうハイカルチャーとどっかで接続してるっていう感じを持てるっていうの。でまあ、実際そういう意味じゃハイカルチャーに、近いようなハイキュージーヌ、オートキュージーヌって、まあ、言うのかな、フランス語で言うとね、まあ、そういうお店ももちろん昔からある程度あって、それの、まあ、ディフュージョンバージョンっていうことはないけど、まあ、若干カジュアルな、そういうお店も、まあ、そんなに苦労しないであるじゃない。でここにセゾンミュージアムがあったりとか、他にもミュージアムがいくつかありますし、まあ、ちょっと行けば鬼押出しもあれば、ね、今日行った千滝だっけみたいなところもあって、そこは要するに、まあ、ちょっとした軽い、トレッキングまで行かないけどトレッキングに近い経験ができるとか、だからベスト・オブ・ザ・トゥ・ワールドっていうの、タウン・ライフとカントリー・ライフで、ここはイギリスにタウン・エンド・カントリーっていうね、あの考え方があって、そのタウン・エンド・カントリー・ライフを、曲がりすることができるっていう、だから曲がりのタウン・エンド・カントリー・ライフができますよっていうのが魅力かなって僕は思います。いかがでしょうか。あんまり面白くなかったですけどね盛りだくさんです。チャンネル登録もあのお忘れになっているかもしれませんが、これからもいろいろなんか面白いネタを提供していきたいと思いますので、ぜひ、登録していただけると通知がいくんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ドライヤーはさすがに木じゃなかったですけども